かなり補強してくれてるんですね。いや補強してない補強してない、ただね ほつれたりするのが嫌だから株だけちょっとね、ちょっとだけね、そんなに本格的にはやんない。いや本格的じゃないですか、とりあえずね。へえ。私たちちょっと早く来たんでゆっくりでいいですよ。あ、いやもうちょっと終わる、うん、あと5分で終わっちゃう。うん、ゆっくりで、うん、うわよかったな。ちょっとこれで様子を見て、よければみんな同じように作っちゃう。よし、ドクター X の世界なんだこれ。うん？糸を張りながらね締めるって結構難しいんだよ。ああ。あのほら、それ技術がいるんですね。やってるでしょ。技術が。技術はいらない。なかなかこれ結べないんだよ。よし。よし。それが針なんですか、畳用の。そうそう、これ畳用の針ね。畳屋さんはそれを使うわけ？めったに使わない。え、めったに使わないの？なぜかっていうと今ほら。ホチキスで止めちゃうから、うん、ただ今回あのふやけちゃうからしょうがない、もうできるだけ縫って止めて。じゃあ今の畳屋さんはそれ使わないってこと？いやたまには使うけどほとんど、うん、昔は全部あのこの角は全部手縫いで止めてたの。その針ってのは今でも売ってるんですか？売ってる売ってる、当然当然、うん、やっぱり職人用に、できるだけね角がほつれないようにただ縫い付けてるだけ。よいしょ、きれいにやんなきゃいけないんだけど、まあちょっととりあえず抜けなければいいんで。